トーマスの歴史。今回はちょっと趣向を変えて、プラレールのお話です。これが、タカラトミーから発売されているプラレールトーマスシリーズです。機関車トーマスの世界が再現されていて、世界中で愛されているおもちゃです。発売当初は機関車がディフォルメされていて、テレビシリーズとは似ていないと評価されていました。これは、3歳児でも扱える形と安全性を優先したためです。しかし、年々改良が加えられて、キャラクターデザインも向上していきます。車輪は当初、二軸で統一されていましたが、エドワードの発売をきっかけに、六輪や八輪など、バリエーションが増えました。これによりデザインの自由度が増え、トーマスの世界観をさらに表現できるようになっています。基本はモーターと電池が本体に入った動力車ですが、エミリーなどデザイン的に困難な車両もあります。この場合は、付属の単水車や客車の中に電源を埋め込んで対処しました。ナローゲージであるスカーロイなどの車両は、本来はトーマスたちより小さいのですが、同じプラレールを使うためにサイズが同じになっています。そこまでプラレールに求めるのは、ちょっと厳しいですよね。また、プラレールと規格が似ている、トラックマスターというおもちゃもありますが、これはもともとトミー製なんです。2007年に海外メーカーに、ライセンスが売却されてアメリカに広まりました。それでも、車両のバラエティでは日本製品の中で最多と言われています。そんなすごいトーマスシリーズ、あなたはいくつ持っていますか？